春の G1 が一番人気を受け付け続けてるんで、
あんまり一番人気にはなってほしくないなと思いつつも、でもやっぱり流れてすぎてやっぱ一番人気で無理だと思うので。ああ、そうですね。最近だと一番歴史に残る歴史的な瞬間が平成にあったと思うので、もしかしたら一番日本ダービーあるかもしれないですね。期待したいですね。はい、
今回どういう結果になってるし、本当に難しいレースだなと思います。このマケンドーオリオンというのはどうして進出に来たのか。そうですね、マケンドーオリオンなんですけど、この馬本当に4戦連続で連帯中で、しかも面白いことは全部で差なしだったんです。タイムがなし、2勝2敗、2勝2敗、2回、2着のタイムがなし、どんな相手でも最後まで本当にしぶとく食らいついてくる馬なので、そういうタイプっていうなると、今回は一気にメンバーレベルが上がるんですけど、食らいついてくれて3着ぐらいにしてくれないかなと思って締めています。お二人は予想を実際に取材しに行って生の声を聞くのか、それとも追い切りを見るのか、どうやってどのようにして決めてるんですか。最終的には好きな馬を買います。結局は自分の声に聞かせて、はい、そうですね、だから好きな馬買いますね。好きになっちゃった馬とかは買わさせてもらったの。なるほど、すごいいいですね、一途な男性という感じがしますよ。かなり現金な感じですけど。高木美さんはどんな感じ。はい、自分は結構その前走とかを見て、不利があったのが、次に巻き返せるかどうかと思っていたのかなと思って決定しますけど、やっぱり1年目とか2年目は長距離さんがいいぞっていうのを素直にいいんだって思って勝った時の方が勝ったような気がします。なんか自分でひねくり回して考えてるんですけど、目標率下がってるような気がします。どうしても人から買ったのも大切ですけど、自分のねオリジナリティを入れてしまったりとかするとしたところに成績がちょっと高くなったとか、まあ、実際それが私なんですけどそうですありますね。なるほど、どちらかいいかはもう見せないということですね。はい、そうですね、まあ、自分が本命を打った馬の人気を結構見て馬券は変えるんですけど、まあ、今回ドウデュースに応じて、まあ、さっき満点さんもおっしゃったんですけど、1番人気か2番人気のあたりをロチョロしてたからだと満点さんのどっちが1番人気だったんで比べてるんですけど、こういう高い時に打った時は3連単いっちゃって、で、まあ、日も荒れてくれって思いながら見てます。おー、でドウデュースそうですね、ドウデュースが1、2着、まあ、1着ですね、1着に来なかったらもう外れ負けて、2着、はい、ということで、ダンテツさんはどのようにして。あ、そうです、ダービーはまず単勝です。やっぱりダービーは誰もが1着で取り替えレースなんで、単勝はもう勝って、あとはバラバラ、基本的には単勝が一番だと思います。ありがとうございます。最後に私の予想をちょっとこれだけ教えてください。私も実はアマンテスさんと同じくダノンベルーガを本命にしました。本当に心強いです。いや、それはまだだったので、これが距離を取って
そうです。まあ、そうですね。まあ、でもプロデュースもそうですね。まあ、自分が本命を打ったって言いますけど、まあ、皐月賞であれだけ長くキャリアするから早く対応を続けてたんで、まあ、知ってるんじゃないかなと信じてます。そうですね。はい。あと、どうやら福永ジョッキーも。はい、ジョグリーフ。ジョグリフに関しては、その福永ジョッキーのいい気分に残されているっていうふうにおっしゃってましたよね。はい、そうですね。まあ、すごい、まあ、お父さんがドレフのダートの短距離で活躍してドレフだから、まあ、距離の不安定なのつきまとうんですけど、まあ、福永さんは操縦性が非常にいいですし、まあ、レース中に引っかかるから、まあ、そういう心配がされない馬なので、まあ、この3歳、春から時点で 2400m なら、お時間が来てしまいましたので、スポニチダービー前日大予想会を終了いたします。皆さん、スポニチ記者陣の予想をぜひ参考にして当てましょうね。ダービー当てましょう。はい、ということで、また現在競馬場を制限のスポニチ特設テントにて本日付のスポニチを奪い上げる方にスポニチ特製ファイルぜひお立ち寄ってください。抽選で天候度の当たる応募券もついていますので、ぜひ見て当ててみてください。